はいどうも、しげぞ造です。今回は社会福祉士試験直前予想10問でございます。今回は試験直前予想ということで最新のトピックス、最近注目されている事柄について問題を作ってみました。それでは問い1、SDGs。持続可能な開発目標、SDGs。 Sustainable Development Goals とは、2001年に策定されたミレニアム開発目標 MDGs の後継として、2030年までに持続可能でより良い世界を目指す国際目標である、マルカバツカ SDGs とは、2001年に策定されたミレニアム開発目標 MDGs の後継として、2030年までに 持続可能でより良い世界を目指す国際目標であるマルかバスか答えは「○」でございますね。SDGs というのは MDGs の後継であって持続可能でより良い世界を目指す目標であるということでございます SDGs は17のゴール169のターゲットから構成されておりまして 地球上の「誰一人取り残さない」ことを誓っているんですね。と、no、いうことを誓っております。そして日本でも積極的に取り組んでおりますね。それでは問い2認知症施策推進大綱は認知症になっても住み慣れた地域で自分らしく暮らし続けられる共生を目指し 認知症バリアフリーの取り組みを進めていくとともに、共生の基盤のもと、通いの場の拡大など、予防の取り組みを政府一丸となって進めていくものである、マルカかツか。認知症施策推進大綱は、認知症になっても住み慣れた地域で自分らしく暮らし続けられる共生を目指し、認知症バリアフリーの取り組みを進めていくとともに、共生の基盤のもと、 通いの場の拡大など予防の取り組みを政府一丸となって進めていくものである。丸かばすか。答えは丸でございますね。強制と予防というのがポイントですね。これが認知症施策推進対抗でございます。問い3。改正児童福祉法。児童等に対する 家庭および養育環境の支援を強化し、児童の権利の擁護が図られた児童福祉施策を推進するため、児童福祉法等の一部を改正する法律が令和4年6月8日に成立した、丸かバツカ。児童等に対する家庭および養育環境の支援を強化し、児童の権利の擁護が図られた。 児童福祉施策を推進するため児童福祉法等の一部を改正する法律が令和4年6月8日に成立した丸か,ばつか×か答えは丸でございますね令和4年6月8日に成立しておりますこの改正児童福祉法の背景を見ていきたいと思います令和2年度児童相談所の 児童虐待相談対応件件数は20万件を超えているわけですね虐待による重篤な死亡事例が後を絶たないとそういう状況なんですねそして子育て中の母親のうち約6割が孤立した状況にあるということなんですね例えば近所に子供を預かってくれる人はいないといった そうういいいった状況に置かれているということこですねそして子育て世帯の負担軽減等に対する効果が限定的であるとそういった背景を踏まえて改正児童福祉法に至ったわけですね。それでは問い4子ども家庭庁子どもや若者が自分らしく成長できる社会を目指して 2023年4月1日子ども家庭庁ができる予定であるマルカバツか,ばつか子どもや若者が自分らしく成長できる社会を目指して2023年4月1日子ども家庭庁ができる予定であるマルカバツか,ばつか答えは「○」でございますね。2023年4月1日、子供家庭帳がでできる予定なんですね。 子ども家庭庁と言いますのは、大人中心の社会から子ども真ん中の社会へと変えていく司令塔として子ども家庭庁を作るということですね。大人中心、大人がね中心になって物事を決めるんじゃなくて、子どもの意見もねしっかりと反映させていこうということですね。詳しくは内閣官房ホームページを参照していただけるといいと思いますね。 問い5、ヤングケアラー。ヤングケアラーとは、本来大人が担うと想定されているような家事や家族の世話などを日常的に行っている子供のことである。マルカバツか。ヤングケアラーとは、本来大人が担うと想定されているような家事や家族の世話などを日常的に行っている子供のことである。マルカバツか。答えは まるでございますねヤングケアラー問題というのがございますね子供が家事とか家族の世話をすることで次のような問題があります例えば学業への影響就職への影響友人関係への影響そういったことが問題として挙げられております本来ならねえ勉強したり部活に打ち込んだり ねえ友達と遊んだりそういった子供としての時間が、ね、え家事とか家族の世話をしていることでできなくなってしまうとそういう、ね、影響があるわけですね。問6いきますクルミン認定について次世代育成支援対策推進法に基づき。 一般事業主行動計画を策定した企業のうち、計画に定めた目標を達成し、一定の基準を満たした企業は申請を行うことによって、子育てサポート企業として厚生労働大臣の認定、くるみ認定を受けることができる、マルかバツか、次世代育成支援対策推進法に基づき、 一般事業主行動計画を策定した企業のうち、計画に定めた目標を達成し、一定の基準を満たした企業は、申請を行うことによって、子育てサポート企業として、厚生労働大臣の認定、クーミン認定を受けることができる。ルか×か。答えは○でございますね。子育ててサポート企業として 厚生労働大臣の認定クルミン認定を受けることがでできるんですねこの認定を受けた企業の証がクルミンマークというのがあるんですねクルミンマークプラチナクルミンマークトライクルミンマークというねかわいいマークがもらえるんですね詳しくは厚生労働省のホームページをご覧くださいはいどうもミルクボーイでーす 今ねクルミンマークをいただきましたけれどもありがとうございます子育てサポート企業として厚生労働大臣の認定をいただきましたこんな何ぼあってもいいですからねありがとうございます問い7サポステ地域若者サポートステーション愛称サポステは働くことに悩みを抱えている15から49歳までの人を対象に 就労に向けた支援を行う機関である〇〇か地域若者サポートステーションサポーステは働くことに悩みを抱えている15から49歳までの人を対象に就労に向けた支援を行う機関である〇〇か答えは○丸でございますね働きたいけどどうしたらよいのか分からないとか働きたいけど 人間関係のつまずきで退職後ブランクが長くなってしまったとか働くことに悩みを抱えている15から49歳までの方の就労を支援しているそれがサポステでございます。若若若若ハハハロロロ者者ワーク若ハロは正社員での就職を目指す若者 おおむね35歳未満を支援する専門のハローワークであるマルカバツか,か若者ハローワーク若ハローは正社員での就職を目指す若者おおむね35歳未満を支援する専門のハローワークであるマルカバツか,か答えは「マル」でございますね。若若者ハローワーク若ハロローーワクは 正社員での就職を目指すおおむね35歳未満の方がご利用いただけるということでございます。専門の職員である就職支援ナビゲーターがマンツーマンで就職活動をサポートしてくれるわけでございますね。職業相談職業紹介応募書類の添削セミナーへの参加などさまざまなサービスを無料で受けることができるということでございますね。 これが若原でございます。問9地域共生社会とは制度分野ごとの縦割りや支えて受けてという関係を超えて地域住民や地域の多様な主体が我がごととして参画し人と人人と資源が世代や分野を超えて丸ごとつながることで 住民一人一人の暮らしと生きがい、地域を共に作っていく社会を目指すものである、マルカか×か。地域共生社会とは、 制度分野ごとの縦割りや支えて受け手という関係を超えて地域住民や地域の多様な主体が我が事と,として参画し人と人人と資源が世代や分野を超えて丸ごとつながることで住民一人一人の暮らしと生きがい地域を共に作っていく社会を目指すものである。丸か×か答えは丸でございますね。地域共生社会キーワーワドは 我がこと丸ごとでございます。それでは最後、問10、穴埋め問題でございます。段階の世代が75歳以上となる2 0 0 0年をめどに、重度な要介護状態となっても、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるよう、住まい、医療、介護、予防、 生活支援が一体的に提供される〇〇ケアシステムの構築の実現を目指しているこの〇を埋めてください答えは段階の世代が75歳以上となる2025年をメドに重度な要介護状態となっても住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるよう 住まい医療介護予防生活支援この5つが一体的に提供される地域包括ケアシステムの構築の実現を目指しておりますはい今回は試験直前の予想10問でございました皆さんのお役に立てれば幸いでございます最後までありがとうございました